令和元年9月15日日曜日です。こんにちは、ちゃんぽんです。コンビニ配送の仕事の休憩時間はどんな感じなのかを、お話ししたいと思います。あくまで私の勤める会社の場合ですが、前半の配送が終わり、後半の配送の積み込みが終わった後ですね、後半の配送に出発するまでの間は、休憩時間となりまして、食事をとるなど、そういう時間があります。私の会社では休憩室というようなね、大きい部屋があって、机とか椅子とかが多くたくさんですね、置いてあってですね、それを使って、食事をしたりすることができます。でね、お茶の間のようにね、畳が敷いてあるような部分もあります。で、食事の用意はやりやすくな、できるようにね、電子レンジとか冷蔵庫も置いてあります。またですね、テレビも置いてあって、数人はその畳に寝そべったりね、テレビ見たり、座布団に座って、くつろいだりとかね、お話ししたりとかしていますね。で、一方ですね、スマホゲームっていうのが結構流行ってまして、スマホゲームに熱中してそのゲームの進捗を見せ合ったり、楽しそうに談笑しているというような方々も多く見られますが、私はちょっとやってないので、ちょっとその輪には入れてないですね。またですね、半数ほどの人はトラックの中で出発時間まで、休憩時間を過ごすというような人もいます。休憩室使ってないんですけども、その方が一人で、ゆっくり休憩できるというようなメリットがありますかね。いずれにしても皆さん自由にね、思い思いの休憩時間を過ごしてるんじゃないかなと思っております。今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。それでは失礼します。